消費税が 8% から10% に増税されるまで1ヶ月余りです。財布の紐が固くなることも予想されますが、それ以上に飲食店などが頭を悩ませているのは軽減税率によるレジの対応です。静岡市にあるレストランです。親子2代で40年続く人気の店ですが、増税による客足への影響が心配されます。外食の機会もあるので結構そこは大きいかなと思いますね。5回が4回に減るかもしれないですね、外食するのはね。今回の増税では食料品などを対象に税率を 8% のまま据え置く軽減税率が初めて導入されます。外食は 10% ですが、テイクアウトの商品は軽減税率の対象になります。そのため飲食店などは軽減税率に対応したレジの買い替えなどが必要になります。このレストランでは今月新しいレジに買い替え、さらにキャッシュレス決済の端末も導入しました。メニューの方も全部変えなきゃならないですし、あとホームページとか、だから本当にお金がありますよね。大変です。考えるのも大変だし、費用もかかるし。帝国データバンク静岡支店によりますと、6月に県内企業を対象に軽減税率について調査したところ、特に対応していないと答えたのは 46.7% でした。企業の規模が小さいほど対応していない割合が高いということです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。駆け込みでの対応が増えています。静岡商工会議所では増税や軽減税率について専門の相談員による無料の窓口を設けています。準備は少しずつ始められていたので、間に合うとは思うんですけど、正直まあ不安なところはありますね。はい、預かりした金額を入れて会計をすると、ドルアが出てきてレシートが出てくるという形になります。 8% と 10% に対応できるレジやポイント還元に欠かせないキャッシュレス決済の体験コーナーも設け、早期の対応を促したい考えです。最近になってやっと消費税増税軽減税率制度についての認知度が高まってきてはいますが、まだまだ自分には関係ないと考えている方も多くいらっしゃるように思います。残り1ヶ月でぜひ事前準備を行っていただきたいので、静岡商工会議所のような支援機関と一緒になって対応していただければと思います。消費税が 10% になるまで1ヶ月余り、企業の対応は今後さらに加速しそうです。これさ